お待たせいたしました。どうもすいません、ちょっとじゃあこれ、じゃあちょっとこコロカフェからモーニングが届きました。これは贅沢だ。うわシチュー、すごい、ね、パンシチュー、これパンですかこれ。器は器、そうですね、丼状に焼いてあるパンです。じゃあこれ崩しながらパンと一緒に食べて、うん、これコーヒーパインでこれついてくるんです。これはあのスペシャルなモーニングなんで、うん、週1回特別な日に食べてもらうとか、はい、そういう形で作ったんで、これが1000円です。あ、1000円だったらこれ贅沢だわ、うん、だってほとんどもうなんつうのディナーみたいな感じだもんね。本当にしっかりした、うん、だって肉ゴロゴロ入ってる、うん、これこれで食べるんですか。これですか、ね、はい、スプーンで、スプーンでいいですか。あ、スプーンですか、はい、この辺のサイズのスプーンでいいですか、はい、心カフェすごいですね。お今日はやれるんですか。ちょっと今日は注射ありますごめんなさい、残念でした。じゃあちょっといただきます。うわー、めちゃくちゃ大きな最高ですね。ビーフシチューだ。鹿ですかこれ。あー牛じゃない意味のないボケを。もう本格的なビーフシチューですよこれね。はい、でパンを崩していくんですか。パンをちぎりながらつけながら食べていくっていう、ちぎりながらの難しいね。でもつけたら、うん、溢れちゃうんでね、うん、ちょっとつけて、うわーうまい。いやー、あーこういうことか。これは美味しいわ。パンはちょっと甘くてうまい、ね、あるんですか食べたこと。みんなあります。あります。すごい並んであるの、はい、美味しい。いつ食べたの。え、もうどんどん自分が中学生の時ぐらいから母と一緒にすごい並んで、うん、中学何年生。え、1年生から1年、はい、中1でこれを食べましたから、この味覚えちゃった中1で、はい、どうだった。最初食べた時でも大人の味だって思ったんですけど、うん、だって家なんかじゃビーフシチューなんか食べさせてもらわなかった。食べないですね。勝手に物語を。あ、そうなんか。そんなことないでしょ。こんな本格的なものは、うん、ね、うん、そうでしょ。それでモーニングにハマっていったんだ。どんどん沼りました。え、食べたこと。僕は実はあの先週食べました。あ、やっぱ行きまくってるから。そうですね、うん、でここすごいのはこのキャベツ見てもらうと分かる、うんうん、これあのどのモーニングにもこれがついてくるんですよ。え、あ、このたっぷりキャベツ。スペシャルモーニングに頼むとこのいつもこのボリュームですよね。そうですね、ね、すごいですよね。でちゃんとハムっていうかサラミですか、はい、乗ってるんですね。ソーセージですか。あ、これソーセージなんだ、はい、めちゃくちゃええな。キャベツなんか食べたことないですよ。でこれ最初にビーフシチューだけ食べちゃうと大変なことになっちゃうんですよ。なんでパンダリが残っちゃうんで。あ、そうかそうか。そうなんです。同時に、そう、同時に分量配分、そうそう、ペース配分考えながら食べると、うん、最後までうまく乾燥できると思いますね。いやいや、朝から重くないですよ。大丈夫。大丈夫です。大丈夫、はい、こういう体が出来上がるんで。大丈夫、これ朝から全然そういう気持ちで行ってるんで。あ、そういうこと、うん、今日は食べるぞっていう。食べるぞ、ね、これ食べたら夜までなしでもええぐらいですもんね。だから言ったらモーニングといえど、全然お昼も行けますよ。行けるか、行けますよ。このパンの器の常連さんは、はい、この食べた後、中だけ食べてもらって、うん、その後バター落としてトーストして焼いて食べるっていう方もいらっしゃる。そう、どういうこと。この中身だけ食べてもらって、うん、空にして、はい、その後バターを落として、うん、トースターで焼いて、こんがり焼いてまた食べる。あ、そうなんだ、はい、トースターがあるんですか。じゃあお店にこれで焼いてくださいって言ったら焼いてくれるの、はい、へえ、それもまた美味しそうだね。みんな朝から食べてますね。はい、基本一宮市民の胃袋は強いんですよ。多分モーニングで鍛えられてるみたいな。何ぼでもいける。いけますね。あ、素晴らしい。おじいちゃんおばあちゃんだから元気です、ね、元気ですもんね、みんなね。はい、それって食べるのもそうですよ。あとコミュニケーションしてる、うん、そうだよね。ね、うんうん、これはあるだろうね。なんで思いついたんですか。散歩にもなるしね。散歩にもなる、あ、そうだ、うん、外へ出る、外へ出るね。朝日浴びる、美味しいもの食べる、会話する、うん、最高ですよ、うん、ね、これね、うん、これなんで思いついたんですか。これはあのうちのモーニングはお年寄りがあまり食べないものを、うん、あえて
ちょっと豪華なものとか、うん、そういうのを出してます。やっぱりビーフシチューってお年寄り食べない、食べないですね、うん、で食べてみたいけどどこでどう食べればいいか分からない。なるほど、はい、そういうことか。未体験ゾーン、はい、お年寄りが食べないもの、うん、あこれが限界、はい、値段的に限界に、ね、値段的にも限界です、ね、でうち朝6時からやってるので、うん、仕込みすると3、4時間かかると夜中から仕込まないと。うわー大変だね。で何時までお店やるんですか。朝6時から今は5時までですね。夕方の、夕方、ね、冬は夕方の5時です。うわ休みないですね。そうですね、定休日水曜日休みですけど、うん、仕入れに行ったりするともうないですね。それにしても太田さん、うまいですね、これ。どんどん食っちゃうね。めちゃくちゃうまいですね。じゃがいもも美味しいですね、うん、どこのじゃがいもですか、これ。北海道産。やっぱり大体そう。大体そう。